のメインレース第11レースはスポニチなにわ賞1700メートル戦オープン特別向こう上面からのスタート。モエレトレジャープニプニヨークン、9番のシルククルセイダー、11番2連勝中ドクターラオー、下原騎手の騎乗で今日は出走です。スズモンスター、10番のサンマルチーフ、そして12番のフェイバーが最後に向かいます。注目のスタート 1700m 線はその良し悪しがはっきりと分かります。全馬枠入り終わりました。スタートしました。おっと、4番オエナイジン最後方からの競馬になりました。さあこれをリカバーできるのか。スタートを決めたのはモエレトレジャーです。まず3コーナーのカーブ、7番のモエレトレジャーが先頭に立ちました。長島3番プニプニオー君は控えました。その外11番ドクターラオーです。2番手2頭、5、6馬身切れて9番シルククルセイダーが現在4番手、1番の脇のパワー、その後ろまで来ました4番オーエライジンです。オーエライジン現在は6番手、正面に入ってきました各馬。2番のタガノバロナークがその後ろです。12番のフェイバー、間から10番サンバルチーフ、5番のエーシンブランは後方からになりました。外目を追走、さらに後ろに8番スズモンスターと最後方に6番エーシンアマデウス、外からぐーんとかかりながら5番エーシンブランが前との差を詰めていきます。1コーナーのカーブ、7番のボエレトレジャー長島リードを取りました。3馬身ほどの差、これから2コーナーのカーブです。11番ドクターラオーが単独の2番手、現在2連勝中。3番プニプニヨー君は3番手となりました。3馬身差、1番の脇のパワー、その外に9番シルクルセイダー、そして4番のオーエライジンがこの辺りから前との差を詰めていきます。前との差現在5馬身600を切りました。エーシンブランがその後ろからマークするような形で上がっていきます。3コーナーぐんぐん差を詰める4番オーエライジン、3番手2番手、さあ前を捉えに行くがドクターラオーがここで押し出されて先頭400を通過、その外に合わせて4番のオーエライジン、オーエライジンがいい手応えの前に並んでいく。4コーナーエーシンブランが今4番手から3番手、さあ直線4番オーエライジンです。堂々抜け出す、まだ追い出していないか木村、この辺りで鞭が入る4番オーエライジン、木村インコースドクターラオー食い下がりますが先頭はオーエライジン、3番手5番のエーシンブランが前に迫る。オーエライジン10連勝降臨、拍手が起こります。園田競馬場オーエライジン10連勝、いよいよダートグレート戦線に殴り込みとなります。期待いたしましょう。4番オーエライジン10連勝達成、サラブレッド導入がもちろん初めて、アラブ時代から言いますとクール鉄王に続くデビューから10連勝ということになります。スタートは最後方からとなりました。ヒヤッとさせましたがその後のリカバーが鮮やかでした。木に6番手まで足を伸ばして十分折り合って向こう上面から徐々に進出、そして前を捉えて抜け出して、やはり少し遊ぶようなところもありましたけれども、それでもドクターラオーを退けて快勝と言っていいでしょう。10連勝達成、4番オーエライジンです。キングヘイローの3区、橋本忠夫厩舎の管理馬、今日もちろん木村騎手の騎乗、デビューから10連勝文句なし、兵庫県の代表馬としてダートグレード戦線に殴り込みとなります。この後の大江雷神の活躍どうぞ皆さんご期待ください。4番の大江雷神わずかに抜けて先着1着でゴール、11番ドクターラオー食い下がりましたが2着でした。エーシンブランこれもよく追い上げました、3着です。大きく離れました4着に7番のモエレトレジャーか並んで9番シルククルセイダー、1番の脇のパワー続いています。モエライジン10連勝達成です。今日のメインレーススポニチなにわ賞 1700m 戦オープン特別でした。確定まではもうしばらくお待ちください。来ました4番オーエライジン。